Говорит Москва. Меня зовут Даша, мне 8 лет. Очень приятно с вами подружиться. Вы слушаете Московский музыкальный магазин. こちらはロシアの声、モスクワミュージックマガジンの時間です。すっかりこのところ、日一日一日とですね、秋が深まっているモスクワからお送りします。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今晩は秋の夜長、リスナーズクラブペーチカ事務局の松本拓也さん、ご推薦の松本さん、お元気でいらっしゃいますか。歌手イリーナ・ボグシェフスカヤの歌をたっぷりご紹介したいと思います。ご案内はいつものように私、ヒューガ・ジアスオ。オペレーターはユーリア・ボブロワ。そして、放送進行係はアーラ・スロビオワ。3人のトロイカでこの番組進めてまいりましょう。まずは、今日ご紹介いたします、イリーナ・ボグシェフスカヤといっても、初耳のリスナーの方、きっと多いと思います。その歌声、すぐにご紹介したいと思います。今のシーズンにふさわしい、優しい秋という曲です。優しい秋。足の笛を持った天国の使い。遥かずっと果てまで透明な空の中で、まるで川のように光が動いている。そんな風に歌っています。ではどうぞ。Вместе пойдем мы по рощам блаженных, где
цветом становится кровь. Нежные осени, зимы и лето, верное вечное так. Сбудется все, если ты мне ответишь, если придешь навсегда. Нежная осень、優しい秋をおかけしました。いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね、なんと言いますか、まあ、物憂げと言いますか、まあ、インテリっぽい感じもしますし、まあ、知的なこう美しい女性、皆さんね、ご想像できたのではないかと思います。このイリーナ・ボグシェウスカヤは、まあ今もね、申し上げましたけれども、まあその通りで、モスクワ大学のなんと哲学科を卒業しています。学生時代、今はもう一つの伝説となっております。存在、モスクワ大学附属の学生劇団に参加していました。そして1993年には、まあソ連時代の、まあ今は亡き、大スター、アンドレイ・ミローノフを記念した歌う俳優、歌う女優という歌のフェスティバルでグランプリに輝いています。そして1995年、まあ、ソビエト時代は、まあ、当時ロシアの、まあ、若い歌手の登竜門であったユルマラ音楽祭の、まあ、伝統を受け継いで、まあ、代わりに始まりました。まあ、95年ですからね、もうソ連邦崩壊しております。新しく始まりました。歌謡コンクールヤルタ・モスクワ・トランジットというフェスティバルに出場しまして、優勝の呼び声が高かったんですけれども、まあ、ファイナル決勝にも進出していたんですけれども、まあ、残念ながらお母さんが急に亡くなるという悲劇に見舞われまして、このファイナル出場を辞退しました。しかしその後、まあ、ラジオ101、まあ、ロシア語でラジオストアジンと言いまして、まあ、FM 局なんですけれども、まあ、とっても感じのいい、西側の曲や、まあ、ロシアの新しい曲をかけているラジオ局で、このピャトニツカヤ25、私どものこのロシアの声と同じこの建物の中にあります。このラジオストアジン101で、DJ を務めたり、またテレビの方では NTV、独立テレビや、テレビセンターの番組にも出演しました。それではまた一つおかけしましょう。まあ、今度の曲は、クリスタルハートという曲です。内容をちょっとご紹介します。私は今でもあの黒いホールを、あのまるで走馬灯のように夢幻のようだったホールを覚えている。あなたはあそこにいた。ホールを仕切るまさに王様だった。みんなが見つめる中で、壊れやすい脆い、そして高価なグラスを握りしめるように、私は手を握って、あなたに心を捧げた。心の中では優しさが震えた。そんな風に歌っています。Хрустальное сердце, кристалл хату дес. Я помню черный зал и фантасмагорический бал. Вы были там король и повелитель бал.У всех, зажав в руке, как хрупкий драгоценный бокал, я сердце вам несла, в нем нежность трепетала. Я сердце вам в подарок несла, в нем нежность трепетала. Среди бешеной толпы
сердце же коснулось крылом химеры наслаждения, как вдруг, скользнув из рук, мое разбилось сердце пустяшным стеклом во взоре ваших глаз. Мрачное снисхождение во взоре ваших инфернальных глаз. Мрачное снисхождение. クリスタルハートおかけしました。それではこのイリーナ・ボグシェフスカヤについてまた少しその略歴といいますかご説明したいと思います。まあ、彼女、まあ、テレビとかラジオでだんだん活躍をするようになりまして、まあ、そうした活動の中でも1998年にはクニーガーピエセン、これは直訳しますと歌の本というんですけれども、そうした名前の、まあ、初めてのファーストアルバムですね。これを出しました。このアルバム実は、まあ、音楽批評家の間で大評判になりました。まあ、センセーショナルを巻き起こしたと言ってもいいかもしれません。この年ですね、98年には、マーラ・ポガチョワやジャンナ・アクザーロワとともに、まあ、この二人、もアーラ・ポガチョワはね、ロシア歌謡界の女王ですし、ジャンナ・アクザロワも、まあ、ペレストロイカの時代に登場した非常に独特の歌声を持って、まあ、アメリカでも認められた活躍した女性歌手ですけれども、していると言った方がいいかな、活躍している歌手ですけれども、この二人と共に、ロシアのベストポップアルバムの一つと、このクニーガ・ピエセン、ファーストアルバム認められました。そして彼女イリーナ・ボグシェフスカヤは自分で作詞もするところからロシア作家同盟のメンバーにも入りました。まあ、このように非常に順風満帆で言ってたんですけれども、この98年私もね大変な目に遭いましたけれども、8月にですねルーブルの切り下げ、いわゆるデフォルトがありまして、まあ給料が3分の1になってしまうという時代だったんですけれども、まあこの煽りを送って、まあイリーナはまあ自分のまあ、オーケストラといいますか、ミュージシャン。一つの、まあ、グループがあったんですけれども、このミュージシャンたちをみんな、まあ、食べさせていくこと、支えることができなくなりまして、その後は、まあ、こうした経済的な危機を乗り切るために、まあ、専属ピアニストのスベトラーナ・モチャーリナさんと二人で、君一人のためのショーという題名の、まあ、二人でのね、二人が、こう、演奏し、まあ、そして彼女が歌うという、小ぶりなコンサートを各地でするようになりました。しかし、このプログラム、実は大変な成功をまたまた収めまして、ショービジネス界で、この、まあ、20世紀の末から21世紀の初めにかけて大きな話題になりました。そして2000年、二つ目のアルバム、セカンドアルバム、リョフキエ・リュージ。直訳しますと、軽い人々。軽き人々って言うんでしょうかね。そういった名前のアルバムを出しました。そして2005年には3枚目のアルバム、ニージヌイエ・ヴィエシ、優しいものという題名なんですけれども、これを出しています。こうしたアルバムともに、批評家たちに温かく迎えられました。それではここで一曲をおかけしましょう。武器よさらばです。Леет лето над небом кала. У нас осталось 10 минут.
твой поезд замер во тьме вокзала. Он ждет и точно помнит маршрут. Я приникаю к тебе губами и эту жажду не утолить. А где-то далеко идет чужая война, я с ней тебя должна делить. Воском Божьей руке, а дым клубится, а пыль несется по дальним небом к мутной реке. В тот край уходят легионеры, и ты уйдешь сегодня опять. И я теряю разум, потому что люблю, и не хочу тебя терять. Прощай, оружие! Прощай, оружие. 武器よさらばでした。今晩のモスクワミュージックマガジンは、リスナーズクラブペーチカの松本拓也さんが大好きだとおっしゃっておりまして、一押しの、歌手、エリーナ・ボグシェフスカヤを皆さんにご紹介しております。武器よさらば、今ね、ご紹介しました。これは、有名な、小説の題名でもありますし、映画にもなりました。続いて、ご紹介する曲、リオリタという曲もですね、これも1929年に制作されたアメリカ映画の題名です。ハリー・ティファニー氏が作曲したオペレッタ、中でたくさん歌が歌われる、古き良き時代といいますか、その時代の、アメリカの映画です。そのあらすじといいますのは、テキサスの、フレモンド牧場というんでしょうかね。そこにあるカフェで、人々が、飲めや歌えの、大騒ぎをしている中、同じこのフレモント州、フレモントの町にある銀行では大盗賊団、に襲撃されまして、金庫を取られて、もぬけの殻になってしまうという。そういう時代の話ですね。この町は、アメリカとメキシコとの、国境近くにあるらしいんですけれども、この辺りを根城といいますか、縄張りにしている、
金華獣というね、狩猟、金華獣をまあボスとするまあ盗賊グループのこの金庫強盗仕業であると。まあ、そうした中で彼の首には1万ドルの賞金がかかりっています。まあ、こういうテキサス州のお話ですね。南部のお話。まあ、それに触発されて、イリーナ・ボクシェフスカヤが、まあ、書いたこの曲なんですけれども、まあ、こちらの方の舞台は、気だるい7月の話です。まあ、7月と言いますと、ロシアでは最も暑いシーズンですね。半分眠りに入りながら、まあ、主人公は、まあ、夢に見るんですけれども、まあ、ちょっと開いたバルコニーに続くドア。ドアの向こうはもうバルコニーです。そして、そうしたところから、まあ、気まぐれな隙間風が、まあ、薄くて透明なモスリンのカーテンを吹き払っています。こう揺れてるんですね、きっと。で、窓の外は、まあ、埃が舞う7月。まあ、埃とともに、ロシアでは、なんて言うんでしょうか。まあ、白い綿毛ですね。ポプラと言いますか。そして綿毛がこう待っています。そして一人女性である彼女は寝ているわけですけれども、まあ、同じ部屋で、まあ、トーニャとビーチャが、まあ、自分たちの愛を隠しもせずにリオリタを踊っています。先ほどのアメリカの映画の中で踊られるその曲に合わせて踊ってるわけですね。で、主人公は、まぶたを半分閉じて、聴いた、あの、リオリタという奇妙な曲のモチーフを、決して今でも忘れていない。そんな半分、こう、まどろんだ、気だるい、7月、7月、夏の記憶を歌っています。それでは、イリーナ・ボグシェフスカヤで、リオリタ、おかけしましょう。Через страх и озноб,
через восторг побед, Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, как высоко плывешь ты над теми, чьи дела зарыты, чьи дела забыты, чья душа разлетелась, как дым. Ах, Риорита, ты сладка и жестока, как время. Позвучи чуть-чуть, я все равно не хочу расставаться с воздухом земным. Расставаться с воздухом земным. Расставаться с воздухом земным. Риорита, おかけしました。まあ、なんとなくこうレトロっぽい感じがしますよね。そして、昔をこう懐かしむ中で、なんかしみじみとした思いと言いますか、まあ過ぎ去った夏を、まあ青春と言いますか、愛の思い出と言いますかね、それをね、振り返るいいムードがありますよね。ちょうど今のこのシーズン、ぴったりではないかと思います。今日のモスクワミュージックマガジン、非常に現在注目されていると言いますか、まあソ連邦崩壊後の、そしてやっとこう落ち着いてきたこのロシアの雰囲気をとても反映しているイリーナ・ボグシウスカヤという歌手。リスナーズクラブペチカの松本さんがお好きなこのイリーナ・ボグシウスカヤをずっとご紹介してまいりました。今日お別れはまた秋をテーマにした曲をおかけしたいと思います。ロシアにはシャルマンカと言いまして、まあ、アコーディオンのようなものなんですけれどもね、まあ、手風琴っていうのが最もぴったりすると思います。手というのはね、この、いわゆるハンド。で、風。手でこう、風を送って音を出すものなんですが、まあ、子供の弾く手風琴。それがテーマです。秋よ秋。子供の弾く手風琴。へんてこな嘘っぽいその音色。少年が私にキスをした。傘と手袋が私の手から不器用に落ちる。そんな内容です。それでは、手風琴の秋、おかけしましょう。次のこのモスクワミュージックマガジンの時間まで、ダスビダニアフセボーバンドブラワ。Детская шарманка, нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик и перчатки неловко падают из рук. Вечер свечек, хризантем и джаза. На завтра мы идем в кино. Кажется, на фоса и перед сеансом фойе пустынно и темно. Вдруг отражаясь в зеркалах, я вижу страх в своих глазах, а в его глазах небеса. И отражаясь в небесах, ни словом не могу сказать, ни пером потом описать. Что отражаясь в зеркалах, я вижу дым в своих глазах и огонь я вижу. Отражаясь в том огне, я вижу, но как бы на дне все тот же страх в своих глазах. Осень, осень, пестрая игрушка, мелодии давний дивный круг. Гуси, утки, прочие кукушки привычно двинулись на юг. Розы, каллы, длинный звон бокалов. Мы оба в облаке из снов. Но снова осень проститься нам сказала, так все подстроив вновь и вновь. Что отражаясь в зеркалах, я вижу страх в своих глазах, а в его
твоя игрушка? Где ты, мой друг, и ты, мой друг? Вновь меня целуют в губы и послушно. Перчатка падает из рук. Сколько тысяч лет танцуют листья, все тот же медленный фокстрот. Снова осень в дверь мою стучится. Зачем, я знаю наперед.